はい、どうも皆さん、ユハーバンはユハイチャンネルハイです。ということで、今回なんですけども、三井住友ビザカードね、使っていきたいと思います。まあ、今宵はね、この超新星、マーキュリーギガブリザードと超新星、ビーナスラセイントマザーの、このね、三井のフェニックスを、もうね、一緒に使ってもハイブリッドデッキですよね。もう最強のハイブリッドデッキね、使っていきたいと思うんですけども、こいつらはもう単体で、完結してんだよね。マーキュリーギガブリザードはもうギガブリザードでもう単体で強くて、ビーナスラセイントマザーもセイントマザーでも単体で強いんだよ。だから単体で強い奴らを組み合わせたらもう最強なんだよね。もう結局最強なんですよ。だからもう足し算じゃなく掛け算していこうや。ということで、こいつらをね、同時に使っていきたい。結局、こいつらのメテオ版能力、こいつはメテオ版で、相手はね、呪文を使うことができない。で、ビーナスラップセイントマザーは、もうメテオ版能力で、もうクリーチャーはそのターン破壊されないということで、もう同時に発動したら、お相手者はもうオッパピーになるんだよね。もうオッパピー状態になるんで、まあ、結局もうなすすべなし。で、このキャプテンミリオンパーツの能力で、お相手者のブロッカーはもうブロックできない。まあ、ただのハリボテと化すんだよね。なんで、もう結局、強い。このデッキが結局理論上一番強いということで、マジで使っていきたいと思います。このデッキね、マジでめちゃくちゃ楽しんでね、ぜひね、皆さんも作ってみてください。よろしければ、チャンネル登録ね、グッドボタンよろしくお願いします。では、早速試合の方行きましょう。行くぞ。はい、ということで、対戦の方よろしくお願いします。さあ、ラウラギガ、シンカリオン、マーキュリー、ギガブリザード、ピラミリオンということでね、マジでオープニングハンドはね、まあ、上々じゃないでしょうかと。気分上々。ジョイチローということでね、しっかりロボコンクリオン出して、まあ、しっかりとね、ここね、まあ、コンクリオンは2コストというね、低コストで墓地メタになるんで、かなりね、今流行ってるデッキにぶっ刺さるんで、まあ、全然アドアドなどなんですよね。ただここでもう2個フェラーラを出して、しっかりとフェニックス回収していきたいながらですが、もうしっかりと出せないと。で、ゼキラからのロストチャージャーでしっかりとグール。ジェネレイド落としていきますね。さあ、コンクリオンが刺さっていきそうですが、トップオブザデッキコンクリオン。だけどね、グールジェネレードなんてね、もう出させなきゃいいんですよね。こっちはもう三井住友ビザカードがついてるんで、しっかりとジャンボリーミッキーで、しっかりと盤面固めて、トップオブザデック、マーキュリーギガブリザード、セイントマザーをね、しっかりと信じて、もう立ち回っていく。それがね、第一バンド、エイジ、ニコラス、ケージなんでね。さあ、55ジャック。さあ、しっかりと出して、しっかりとね、スペルメタっていきましょう。さあ、コッコルピアからのノースグレイ。さあ、ここでまた何を落としてくるのかと。ほんと、フレームバンドラゴン。ここでグールジェネードね、落とさせたらきついと。多分ここ、ラウラギがね、出していきたいところなんですけど、ちょっと盤面ロックされるのがね、一番きついね。さあ、来ましたね。ここで、コック神竜、ゼキラ、ザキラの下半身を、しっかりと出してって、グールジェネレード、盤石オブザ、盤石の着地から行きましょう。チンカ、ギャラクティーボルティックス、アポロンズ、ドラギリオン。俺が出したわけじゃないのね。俺が出したみたく、ちょっとね、実況してみましたが、ここでワールドブレイクからのラウラギがブロックということで、こっから入れる保険あるんですか？あるんです。三井住友ビザカードならね、アフラックということで、しっかりとやっていきましょう。こっちこそお返しだ、進化。ギャラクティーポロテックス、超新星、ビーナスラ、セイントマザー、盤石オブザ、盤石の着地でさ、ここピラミリオンで、しっかりと何を出していくんだと、いうことでさ、ここでロボコンクリオンを出していって、しっかりとここでね、お相手者のドラゴン、グールジェネレードとかをしっかりと、メタっていく。さあ、ここでね、一生死なないね、ラウラギガが誕生しましたね。次のターン、マーキュリー、ギガブリザードも盤石オブザ、盤石の着地から、しっかりとお相手氏のトリガーをメタりながら、アポルヌスを一生ブロックしながら、こっからなんですよ。こっから粘っていけば勝てるんですよ。さあ、ここで聞きました。キャプテン、メリオンパーツからの、行きましょう。進化、ギャラクティーボルテックス、マーキュリー、ギガブリザード、盤石オブザ、盤石の着地で、これ大渡しはもうどうすることもできない。トリガーが何来ても勝ちですからね。さあ、マークリギガブザトリプルブレイク。さあ、行け。ピラミリオンよ。お相手の首を取りに行け。ダイレクトアタック。さあ、メテオ版発動。マジで新台風を無効化にしてダイレクトアタック。対戦、ありがとうございました。はい、で、この対戦の方よろしくお願いします。さあ、ハンドが水分目一色になりましたが、それをホーリースパークが完全に空気読めない。ホーリースパークがトップオブザデックシェイクがお相手し、デーモンハンドをマナに置いて、マーキュリーギガブリザードも僕もしっかりとマナに置いて、さあ、地獄スラッパー。さあ、ここで引いてくるのが、じゃあしっかりとピーナスラ、サイントマザー、これで僕のハンドルに三井のフェニックスがしっかりと揃っていったので、次ピラミリオンから出してきて、ね、さあ、ボルシャックバーディー&バーディーゲインコスですが、しっ
かりと着地してって、コッコルピアをサーチしてくると。さあ、こっちが最初にちょっとね、やりたいね、ピラミリオンを置いて、次何を出してくると、しっかりとジャンボアタッカーでバフをかけてて、次ガトリンガーでね、しっかりとリソース回復できる中でめっちゃ強いね。さあ、お前たち、コッコルピアからのセンチネンタル、じゃあ、2が来たらめっちゃきつかったけど、さあ、サーボルト置いて、まあ、ここガトリンガーですね。まあ、次のターン、アポロンズドラゲリオンがね、まあ、着地するのはさすがにビレゾンすぎるんで、ここちょっとね、ゆっくりしていきましょう。さあ、バルケリオスドラゴン。それ結構ちょっと意外だったね。さあ、ラウラギガも引いたね。さあ、ここラウラギガ出していきましょうか。進化。ギャラクティーボルテックスかと思いきや、最初に一応ね、ピラミリオンを出していきましょう。さあ、しっかりと。サーボルトでブロッカーで固めつつ、さあ、今度こそ行きましょう。進化。ギャラクティーボルテックス、ビーナスラ、セイントマザー。盤石オブザ盤石の着地でね、しっかり出してて、こうトリプルブレイク刻んでいきましょう。なぜならって、メテオバーン、発動、アクアサーファーの能力をしっかりと無効化にしていけるとね、ここ割ってることによって、次マーキュリーギガブリザードを進化させれば、もう残りのね、縦から出てくる呪文のトリガーすら、もはや無効化にしてくれる。ロロロロロロ。さあ、ノースグレーでブロッカー立ててきますが、もうそれはもう、時すでに遅しですよと。さあ、しっかりとリップウォッピーでドローしてセンチネンタルジャーニー。これじゃあアポルヌスはもう着地できないよねと。じゃあ次のターン、僕はまたまたマーキュリーギガブリザードを着地させたかったということでした。どうでした？はい、ということで対戦の方よろしくお願いします。さあ、ラウラギガ、コンクリオン、サーボルト、ガトリングオブザイヤーということで、かなりね、まあオープニングハンドはいいですね。やっぱり、このね、機械ヒーローデッキ、まあ、グレードメカオデッキは、まあ、低コスト帯が多いんで、あんまり事故ることがない。それがね、まあ、とてもいいと。いうことさ、3コストのサーチカードも引いてきていきましょう。サーボルト出してしっかりと。しかもサーボルトは、かなりね、もう速攻デッキにも強いし、ラウラギガ入れると、マジ速攻デッキにもね、勝てるようになるんで、このね、低コストブロッカーたちはかなり優秀。さあ、シンカリオンマナに置いて、ゴーゴンジャック、しっかりと出していきましょう。さあ、アンチ。スペルブーストを展開したが、源流砲で焼かれる世界線。オンマスコスコマルからのゴーゴンジャックしっかりと罠に置いて、ここでね、ニコフェラーラをね、出していくことによって、マーキュリーギガブリザードサーチして、次のターン、マーキュリーギガブリザード進化、ギャラクティボルテックスでビート刻んでいけば勝てると。三井住友ビザカラだって、ノンノンノン、こいつらは単体でも強いということをね、お忘れなくと。いうことさ、マーキュリーギガブリザード引いたのに行きましょう。進化、ギャラクティボルテックス。マーキュリーギガブリザード盤石オブザ盤石の着地でね、ここあともうビート刻んでいけばね、勝てるんですよ。マーキュリーギガブリザードでそれだけもぶっ壊れてるんですよね。うん。さあ、ビミだ。発動ヘブンズゲート原理法だが、しかしこいつの前では無力だぜ。行くぜメテオバン。発動ジャンボアタッカーを生贄に、お相手氏の原理法とヘブンズゲートをしっかりと無効化にしてトリプルブレイクを刻んでいく流れ。さあ、強すぎてさ、もう次とはほぼ勝ちですよ。さあ、バーストショットで、しっかりとラウラギガを追い出し、ショットいきたいですが、メテオバン。発動、バーストショットも無効化にしていく。さあ、ラウラギガ2枚目ということで、もうね、ヴィーナスのセイントマザーね、着地する流れも見えていますよ、ということで、もう追い出し、もうトリガーも、もう引けないと。さあ、ロストチャージャー置いて、エラジーライト、スードローしていく。ということでね、対戦、ありがとうございました。はい、ってことでね、三井住友ビザカードいかがだったでしょうか。やっぱりね、一戦目のように、まあ、ビーナスラセイントマザーとマーキュリーギガブリザード、両方着地したらね、結局もうお相手者はなすすべなく、もうサレンダーするしかないんですけど、まあ、さっきのね、試合見てもらったらわかるんですけど、結局単体で解決してしまう試合が多いんだよ。結局マーキュリーギガブリザード出したら、マーキュリーギガブリザードだけでビート刻んでいけば、結局お相手者もう何もできなくて、リタイアすると。なんで、ちょっと4枚の2枚の採用にしてるんだよね。結局、4-4 とかにしちゃうと、まあ、圧倒的事故起きちゃって大変だったんで、まあ、正直、まあ、マーキュリー2のヴィーナス4でもいいと思いますね。これは全然逆でもいいとは思うんですけど、まあ、正直、まあ、2枚あった方がね、ヴィーナスとマーキュリー2枚ね、いらねえだろうと。絶対こいつは単体でね、強いんだから、もう余計なもん入れんだって思った方いると思うんですけど、やっぱ備えあれば、憂いなしということで、結局最強なカードは何枚あってもね、デッキにいいということで、まあ結局ね、このデッキ最強でね、めっちゃ2枚のね、フェニックス、例えばね、強いんで、ぜひとも作ってみてください。なんかね、もう何言ってるか分かんなくなったんでね、ここでね、ちょっと動画を終わらせたいと思います。よろしければチャンネル登録、グッドボタンで、ね、お待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。